グンデストルップの大釜プレートへの枝図の像の図、グンデストルップの大釜は装飾がふんだんに施された銀器で、紀元前1世紀のラテーヌ文化後期のものとされている遺物である。1891年、デンマークの北ユラン地域のアースという町の、グンデストルップという集落に近いデータンヌまで見つかった。現在はコッペンハーゲンのデンマーク国立博物館にある。 グンデストルップのオーガマはヨーロッパの鉄器時代の銀器としては最大で様式や細工の出来栄えからトラキア人が作ったものではないかと示唆される一方、施された彫像からケルト人の制作したものだとする見方もある。今もトラキア×トカという議論が続いている。テイラーはインドの図像研究からインドの影響が見られるとしてトラキア起源説を示唆した。 1891年5月28日、グンデストルップのレーブシッチと呼ばれるデータン沼でデータンの切り出しを行っていたものが発見した。デンマーク政府は発見者らに高額の報酬を支払ったが、後に報酬の分配でうちはもめを起こした。発見した時は壊された状態で5枚の長い長方形のプレート、7枚の短い長方形の プレート、一枚の丸いプレート、二本の管の断片が、丸い底部分の中に積み重ねられていた。周辺のデータンを形成している、古植物学的調査により、オオカマがここに置かれた時土地が乾燥していたことが、分かった。つまりデータンはその後に徐々に積み重なっていったということになる。部品を積み重ねていたことから、このオオカマを目立たないように隠そうとしたのではないかと、されている。 外側と内側の長方形のプレートの元々の配置順は不明だが、内外のプレートを鋭いものが貫通したら式跡が2箇所あるため、その部分についてはある程度の確信を持って配置できる。プレートにはハンダ付けされた痕跡があるが、プレート同士は直接は接合せず、2センチメートルほどの現存しない金属片を間に挟んでいたと思われるため、 どのプレートが隣り合っていたかを称号する手がかりにはならない。もともと8枚あった外側のプレートのうち1枚は欠落している。丸い、底板は本来は馬の飛金あるいは倒落の飾りだったもので一般に穴が開いた底の修理のため製作よりも後にハンダ付けして追加されたと考えられている。別の説ではこの額金は大釜の一部ではなく 木製のカバーの装飾の一部だったとしている。この大釜は複数回修理した痕跡があり、分解して再度組み立てた可能性もあるが、修理したものは本来の製作者よりも腕が劣っている。プレートの銀細工は熟練しており、底部にあたる直径約70センチメートルの鉢は一つの銀の延べ板を叩いて作っている。各プレートのレリーフは高く打ち出すために、 銀の薄い板を焼きなまし、大まかに形を打ち出した後、打ち出しや秒線などの細部の加工を施すために、裏側から樹脂を詰めて、しっかりと固定した。樹脂は最後に溶かして除去した。模様部分には、メッキが施され、大きな像の目にはおそらくガラスがはめ込まれていた。プレートは、細工が施されている間は、平らだったものが、ハンダ付けする際に曲げられたと見られている。 ベナー・ラーソンは、操作型電子顕微鏡を使って調査し、レリーフの製作に15種類のポンチが使われており、それらが3種類に分類できることを確認した。個々のプレートからは一つのグループに属するポンチの打刻根しか見られず、これは少なくとも3人の銀細工師が製作に関わった証拠とされており、様式からの作者を特定する検査の結果とも一致している。 プレートには摩耗と屈曲の痕跡が見られるが、これはつなぎ目から強制的に引きちぎられたのだろうということで、意見がほぼ一致している。また、摩耗の一部からは、初期のプレートの配置や発見以前に組み直されたらしいことが示唆されている。この大釜に描かれた像は、ケルトの神々だと長年解釈されてきた。プレート A の枝角のある像は一般にケルヌンノスだとされ、 プレート C の割れた車輪を持つ像は不確かであるがタラニスではないかと言われている。他の多くの像については意見が一致していない。プレート B には像が描かれているがケルト説を採用するものはこれをハンニバルのアルプス越えを表したものだとすることもある。この大釜で使われている銀細工の技法はケル、描かれている光景を明らかにトラキア風だと断定することはできないが、 構成や装飾の主題や描かれているアイテムなどの要素の一部はドラキア風である。当時の銀器は通常多数の銀貨を溶かして作られたため様々な銀山の銀が混じっており大釜の銀を同位体分析しても鉱山を特定できない。多数の銀貨を原料として使っていることは重量を注意深く分析することである程度確定された。 大釜を組み立てた状態の総重量は9 4 4 5ムであり、そこのボール部分のみでは4 2 5 5ムある。これは1枚の重量が5 6 7ムあるペルシャのシーケロース銀貨のほぼ整数倍になっている。計算によれば、全部で1666枚、ボール部分だけでは750枚の銀貨が使われたことになる。トラキアでは、 ペルシャの重量単位を使っていたため、これはトラキア記元節の裏付けるものになっている。同様に後から追加されたと見られる丸い額金だった。そこのプレートもトラキアさんと推定される。丸い底のプレートには、お牛が描かれており、その背中の髪型に剣を振るう、女性像と2匹の犬がそれぞれお牛の頭の上と、ひめの下にいる。外側の7枚のプレートには、 それぞれ一体の胸像が描かれている。そのうち四枚は髭を蓄えた男性像、残る三枚は女性像である。プレート A、枝綱像、編集、プレート A プレート A の中央には枝綱のある男性の座像がある。右手にはトルクを持ち、左手には角のある蛇の頭を握っている。その左には人物像と告示した枝綱を持つおじかが描かれている。 他には、犬、猫かの動物、牛の仲間、象、魚、またはイルカに乗った人物などが周りを取り囲んでいる。インダス川流域で、これとよく似た光景を描いた封印が見つかっている。ケルトき言説を取る場合、この人物像を、ケルヌンノスとすることが多く、稀に、メルクリウスとすることもある。1928年の著書ブッディズムインプレ、クリスチャンブルテンで、 ドナルド・アレクサンドル・マッケンジーは、この図が仏教に基づくもので、西法を守護する項目点だとする説を提案した。プレート B、女性像と車輪、編集。プレート B には女性の胸像が描かれており、両側に六本スポークの車輪が配置され、二頭の像のような生き物や二頭のクリフォンといった神話状の動物が周囲に描かれている。胸像の下には、 大型の猟犬が描かれている。プレート C、割れた車輪、編集。プレート C、割れた車輪。プレート C には、ヒゲのある人物が描かれており、割れた車輪を持っている。角のあるヘルメットをかぶった、飛び跳ねたポーズの人物も、車輪の円を持っている。飛び跳ねている人物の下には、角のある蛇が描かれている。周囲には、グリフォンなどの生き物が描かれており、その一部は、 プレート B に描かれているものに似ている。車輪のスポークは等間隔ではないが、下半分の描き方から全部で12本のスポークがあると推定される。ケルト起源説では、中央の人物像をダグザだとしている。プレート D、お牛狩り、編集、プレート D はお牛を狩る光景を描いている。三頭のお牛が右を向いて一列に並んでいる。それぞれのお牛に、 男が剣で襲いかかろうとしている。お牛の下には左向きに走っている犬が描かれ、牛の背中の上にも左に向かって走っている犬が描かれている。プレート E、戦士と大釜、編集、プレート E、戦士と大釜下半分には、槍と盾で武装した戦士が一列に並んでいて、最後尾にカルニクスを吹く者がいて、全体に左に行進している。左端には、 大きな人物が描かれていて、小さい人物を大釜に浸そうとしている。上半分には起乗した戦士が逆に大釜から離れる方向に向かっている。軍デストルップの大釜はヨーロッパ鉄器時代のものとしては現存する最大の銀在庫である。ケルトや北西ヨーロッパには銀の板金の長金技術があったことは知られていないが、この大釜の装飾は ケルト神話の神々や儀式を描いたものだとされている。いくつかの人物の首にトルクがある点も、ケルト文化とのつながりを示唆している。バークイストとテイラーは、トラキアの銀在区職人が、ケルト人であるスコルディス貴族の依頼を受けて制作し、紀元前120年にドナウ川のカカ流域に侵入したキンブリ族に奪われたとする説を唱えた。オムステットは、図像全体を、 アイルランド島の神話であるクーリーの牛争いを描いたものと解釈し、枝角のある人物は、ケルヌンの巣ではなくクーフーリンだとした。ティモシー・テイラーは、トラキアの銀在庫職人は放浪の民であり、それ自体が宗教儀礼でもある銀在庫だけでなく、魔術や儀礼に長けていて、当時は東南ヨーロッパに住んでいたものの、自らをトラキア人とみなしてはいなかったとする説を提唱した。 彼はさらに鉄器時代のユーラシア全土に広がったことが分かっているスキタイのインリスのように彼らが女性化した男性のカーストで神官や預言者を務めたのではないかとしている。グンデストルップの大釜に描かれたケルヌンノスとされる人物には髭がないが他の男性映像にはすべて髭がある。これによく似たヘンジョだろで出土した図像も男性気があるが女性の服装をしており、 姿勢もヨガのようであり、性的エネルギーをインドの魔術師カーストが使っていたことを示唆している。テイラーは性別が不明なケルヌンノス像はトラキアの銀サイクシカーストにとって特に重要な神だったかもしれず、ユーラシア全土に広がり、その伝統がタントラヨーガやシベリアのシャーマニズムに生き残っているのではないかと試作している。ありがとうございます。